今日は、はるばるこんなしょうもない大阪の片隅のなんでやねん汗ベタベタ汗潔癖だ潔癖だ綺麗好き今日は、自己紹介からはい私いいですかね、黒川敦彦でございます。私は翼の党という党の代表をやっております政治家なんですけれども、もともとはあの NHK 党って NHK をぶっ壊して立花隆がやっていた党の幹事長です。一応ナンバー2でございました。今党が崩壊しちゃったので外におります。賢い真ん中のボスみたいな自分が250番というユーチューバーです。よろしくお願いします。あのタイソンさんのことを僕結構言ってて、多分僕が日本で最初にタイソンさんって言ってたと思うんです。で、あのさあのごめんなさい、アンディじゃない、おいディスんなアンディ、サップじゃない、ディスんな、俺サップディスしてもんな。アンディさんも話題に挙げられていたので、ちょっとあの親近感が湧いて、あの見させていただいてました。お願いします。はい、格闘家プッシュ中村です。プッシュプッシュ。僕はね、元あの日本ランカーね、プロで1位だったんですけども、まあ20年の時を経て今こういった格闘技活動の手伝いやってます。はい、プッシュ中村です。よろしくお願いします。すごいな、ちゃんと頭部1セットできてるね。じゃあ、はじめまして、格闘技団体風神の代表です。ライジンに対抗して風神。あ、そうなの。あ、そういうこと。あ、滑りました。お、滑った大会で書いた方がいいね。で、もう一回言ってもらって。え、いや、ここ大阪なんで、大阪なんで、オチがないと思われる。どんな内容なんですか、その大会内容、イベント内容。まあ、配信者ですね、インフルエンサーとか、あとはもう素人の格闘技やったことない人とか、もうおじさんで運動不足で、でも第二の青春やりたいっていう感じで熱くなってもらおうっていうんで、誰でも参加できる、まあ、格闘技でも。どこでやってるんですか。基本的には会場はたまに変わったりするんで、基本的には東京でやってます。今歌舞伎町新宿までだね。そう、高田馬場っていう。次12月16日に高田馬場で、結構大物のインフルエンサーとかに来てやってます。まあ、一応代表の島内和樹と申します。よろしくお願いします。お願いします。では今日はさらにスペシャルゲスト、ジャキです。格闘家のことで分からないから、ちょっと一緒に喋ってジャキの紹介してる。ほんで俺も初めまして、まあ、天の王子終わってから、やっぱあんまりやっぱ関西ってこう、まあ、練習するとこ、まあ、いろいろあるやん。で、まあ、ここ結構プロとか結構いろんな人が来るから。なんでみんなこんな時間、こんな平日のど真っ昼間に練習、みんな仕事してない。してない、してない、してない。俺も来てるから俺も来てるから言ってもらって。わざわざ東京から来てますからね。じゃあほんで大丈夫ちゃう。練習を一緒に、スパリングやつだからやろうよ。そう、ほんなら昔うちの大会出てくれとった。あ、そうなんだ。ほんでその時の煽り V とかも俺がしまってんな。あ、そうそう。あ、そうなんだ。へぇ、初めましてじゃなかった。誰とやったの昔。アキラジニア。あ、はいはい。あとモサレの、ヒロユカ。あ、ヒロユカ、あの、ヒロユカ、ヒロユカないのじゃ。準決勝もでもライジンも出てるもんね。ライジンも、はい、あ、そうなの、はい、いつ大阪ライジン34、ライジン34。誰とやった。コータ君っていう人。ちょ、背のでかい。あー、でかいな。K1 かな。K1 じゃないですね、あの関西の無神館。無神館、はい、
プッシュコータ、プッシュ俺ですそれです、プッシュちょっとグダグダで質問考えてください。なんかせっかくだし、ここし僕も質問なんか考えてるから質問ください。これランディチャンネルやけど、あ、チャンネル、あ、これはすいません、そらそらなんかあるの、 NHK 等ないですなんか裏話聞かせてください、さっきおっしゃってたやつ。裏話は、いや、まあ、いや全然いいんですけど、多分あの皆さんまだ NHK 党って立花隆がやってる党だと思ってるじゃないですか。思ってる思ってる。あれ本当に今代表権外れちゃって、あの女の子に代表権渡しちゃったら、もうその女の子が今代表になっちゃって、で立花とその女子が揉めて、そうなんで、ガチでガチで揉めて代表権争いバシバシにやって、今立花隆が負けましたっていうのが今です。そうなんだ。から作ったもの全部彼はもう手に戻ってこない。僕はもともと幹事長だったんですけど、幹事長なんで一緒に、まあ、党の運営をやってたんですけど、まあ、ぶっちゃけ僕と立花とその大津彩香さんっていう3人が、まあ、揉めちゃったんですよ。で、まあ、どちらかというと僕と大津彩香さん、今女性ですね、は比較的近い立場で、僕はもう抜けちゃったんですけど、立花対黒川大津彩香っていう戦いになり、一応最終的には僕らが勝つ。でもそこは党いけないんですよ。もう党自体がお金がないんですよ。なんか 10.5 億借金して、で、あの立ち話がそのお金を全部使っちゃって、お金が今、まあ、ほぼ0円になった。これ YouTube 大丈夫なの？大丈夫大丈夫大丈夫。これは一応あの1個ずつ見たらあのその辺に落ちてるんですけど、多分一般の人はなんか揉めてるよねっていう認識しか多分ないと思うんですけど、まあ、そのぐらいひどいことになっていて。で、黒川さんなんで自分の政党作ったんですか？僕もともと政党やってたんですよ。で、なんかこう、まあ合併したじゃなくて合流したんですよ、1回。僕は翼の党っていう党を持ったまま、あの立花隆がやってたいろんな団体を組み込んで一緒にやっていきましょうっていうプロジェクトで合流して、で本部の幹事長に僕はなったわけですよ。で、まあ、基本的には仲良くやってたんだけど、まあ、立花が僕たちを裏切ったみたいな話があり、党の中で大分裂が起こり今に至るって感じ。でしかもこれ国政政党なんで、国政政党ってまあ今10個しかないんですよ。そんなところがこんなことになってるのって、まあ、歴史上初の大惨事ですね。まあ、しかもでも残念ながらそこに税金が今バン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 まで使われてるんですよ、国政政党。ええ、税金問題になってるのは俺もよう分からんけど、いや国政政党には税金がいっぱいこう送り込まれてるわけですよ。税金払ったことないよ。タバコ税しか払ったことないよ。タバコめちゃくちゃ払ってる。いや、まあ、お店やってられるから結果的に消費税は払ってるわけじゃないですか。払ってる、払ってる。いや、結局やっぱ、まあ、お客さんが払うとはいえ、結局のところあれは事業者がもらうお金を、まあ、結果取っていかれてるわけですよ。あ、でも家賃も払ってないですよね。家賃も払ってない。あ、それ大丈夫、大丈夫。2年前それはまた別の話で払ってないと思う。まあ、世の中そんなもんだということで、まあ、僕としては、まあ、まあ、一応政治家なんで政治を変えたいんですけど、まあ、仲間たちと一緒に格闘をやり始めて。あ、もともとやってたんですか最近？キックボクシング始めたのは1年半ぐらいです。剣道は僕一応2段なんですけど、まあ、ちょっとまあ違うっちゃ違うんですけど、キックボクシングやり始めてすげえ面白いなと思って、まあ、僕45なんですけど、ちょっと頑張ろう。1個一緒ぐらいですか？77年ですよね。俺が78年です。あ、俺とアンディでしょ。いや、アンディさんが、多分学年で言うと2個下じゃん。芝生ぞ。え、違う。79年じゃないですか。早生まれ2月。で、早生まれの2月ってどうなの？あ、違う。同年代だ。そうです。学年一緒だ。羊年です。羊。あ、そうか。じゃあ、何月ですか？9月。馬年です。ちょっと早いか。いやいや、あ、でも、あ、本当、同じ学年。同じ学年。ちょっと先輩。悔しがって。悔しがって。そう。誕生日後やっても呼び捨てた。惜しい。惜しい。ちゃんとこっちに。ちゃんとしげや。黒川さんは渋谷のハチ公前で勝手に格闘イベントをやって、おまわりさん来るじゃないですか。そうすると政治家だって追い返した。
東京それが許されるんですよ。許されるか。あ、いや許されるんですよ。だってね、法的に大丈夫。大阪はダメなんですよ。あ、そうなん。東京は政治活動に道路使用許可いらないんですよ。あ、そうなん。だから僕ら政治活動だって言って渋谷のハチ公前で盛大に殴り合ってるんですよ。マジで。でこれは止められないんですよ。これでも大阪はダメなんですよ。俺ら調べたんですけど。そうなん。大阪はあの道路使用許可がいるんで、さすがに殴り合いますって言ったら道路使用許可は出ないと思います。だからハチ公前でだから外国人なんかとバチバチやってます。めっちゃ一等地じゃないですか。タダで借りれるんですよ。なので飛び入りさんが入ってきて普通にまあガチのスパーリングやってます。さあ本日は大変勉強になりました。長い。今日は大阪どうするの？今帰るんですか？一晩泊まるんですか？一晩泊まってでサップさんのお店に行かせていただいて、黒川さんできんじゃなかった？俺初めてだった。どんなできんの？まあ、できんは多いんですけど。今日ご飯もあるやんか。あ、ほんまに。雨やからあれか。いや雨やむねんか。京都ちゃんち、俺北新地やから。僕らも新地、あの車が出るんで、はい、あれだから購入しましょうよ。はい、わかりました。はい、ごちそうさまでした。ということで、本日のアンディの部屋でした。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。同い年でした。そう、同い年同学年でしたっていう。同学年ね。誕生日の早いから残念ながらさん付けするから。一日でも遅かった。おい黒川よ。いやでもなんか本当に同学年っていうのは親近感があります。中田その連絡、はい、あんな感じでよかったか。もうちょっとだけ後でまた。よっしゃよっしゃ、はい、OK。何か作らせたかな。出番出番名前が俺ももう忘れちゃいましたよ。僕11年大阪住んでた。僕大阪大学なんです。阪大学、はい、大阪だから大阪の方が同じぐらいになってきたんですけど、大阪がもう所払いになって、もうまあだいぶ前に大阪離れたんですが、でもやっぱり11年住んでたんで。